どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらスコッチを飲みます。アードモアレガシー、シングルモルトです。ハイランドのシングルモルトになります。なんかハイランドでもすごくスペイサイドと被ってるところにあるみたいですけど、一応所属はハイランドということになっております。で、ですね、ティーチャーズのキーモルトです。はい。ですので僕の好きなティーチャーズのキーモルトなんで、今日はちょっと期待をして飲んでみたいなと思うんですけど、これをね今日は開けます。アードモアレガシー遺産ですね。はい、遺産って世界遺産の遺産ね。はい、では早速開けて飲みますけど、一応前情報として、まあチラチラっと見ると、ですね、結構ハイランドのスモーキーな方のウイスキーということです。まあティーチャーズのねキーモルトになってるっていうことなんで、まあそうでしょうね。あとスモーキーなのはスモーキーなんだと思います。で、ピートを炊いた、ピーテッドのモルトを 80% で、ノンピートのモルトを 20% 使ってるそうです。で、ピートの、フェノール値は12から14と、まあライトリーピーテッドですね、そのくらいになってるそうです。では開けます。はい、ではまずストレートいただきたいと思います。色はミディアムです。香りは、はい、ティーチャーズわかる、スモーキーです。はい、ピートの感じがピーティーですね。はいはい、いただきます。ピーティーですけど、スモーキーですけど、アイラとは全く違いますね。アイラ独特の潮風っていうか、潮の感じ、ヨード湖っていうのはないですね。やっぱこれがハイランドのピートの感じなんだなと思います。で、結構ドライな感じで美味しいですね、これ。はい、ドライでスムーズです。はい、スムーズ、ドライ&スムーズ、これはティーチャーズのキーモルトっていうのは、まあ飲み比べなくても香りで分かります。ティーチャーズを濃くした感じ、まあそんな言い方もおかしいけど、そして奥にナッツとか、ドライフルーツな感じが現れるような感じですね。で、スモーキーさはあります。スモーキーなんですけど、どっちかといえばドライなスモーキーというか、もう本当にいぶされた木の感じですね、がすごくします。はい、じゃあ加水をちょっとしてみます。ちなみに40度です。700ミリ、値段は今ネットで安いとこで2500円ぐらいから、まあ、3000円ぐらいまでバラバラあります。まあシングルモルトとしては安いんじゃないかなと思いますね。ハイランドシングルモルトってことで、なかなかねラベルもかっこいいですよね。はい、では加水の状態でいただきます。飲みやすくなりましたけど、もともと飲みやすいんで、まあ、加水しなくても美味しいですね。加水しない方が僕は好きかもしれない。まあちょっとあの意外とねアルコールの刺激はないですね、最初から。僕個人的には加水しない方が美味しかったような気がしますけど、
ちょっと強いなと思う方は加水されたら よりね飲みやすくなっていいと思います。はい、ピートの感じ、うん、スモークの感じ奥に感じられるようなこのナッツとかドライフルーツの感じ美味しいですね。なかなかコスパのいいウイスキーっぽいです。はい、ではロックをちょっと飲みたいと思います。はい、ではロックマンショート入れます。はい、ではロックいただきます。あ、香りはもうやっぱさすがに閉じちゃいますね。はい、スモーキーな感じが残ってやっぱり結構ドライなんで、少し苦みが出ますね。でも奥に甘みがあります。はい、やっぱりアイラとは違った感じのスモーキーさが味わえますね。なかなか面白い味だと思います。アイラ好きの方でも飲んでみて損はないですね。まあ飲んでみて損はないって言い方も変ですけど、美味しいです。結構僕はもともとスモーキーな方が好きなんでこういった感じも好きですけど、本当にいぶした木の感じがする感じですね、このウイスキーは。ではハイボールを飲みたいと思います。はい、ではハイボールワンショット入れます。はい、ではハイボールを入れました。飲みます。いただきます。アイラとは違う感じのスモーキーハイボールですっきりしてますね。ドライ&スムースの方が結構表に出てきて、すっきりしたハイボールになりました。結構、まあ、スモーキーはスモーキーです。はい、これは食事に合わせやすいと思います。価格的にもね2500円ぐらいっていうのはまあちょっとだからあれですね、ジョニクロとかの、ちょっと上を行く感じですので、まあ無理しなくて買えるお値段だと思いますんで、これは結構おすすめの一本ですね。なかなか美味しいですよ。食事にも合うし、食前でも食後でもストレートでちょっと飲んでみるのも美味しいですし、ハイボールにしても美味しいです。結構ストレートがおすすめですけどハイボールも意外とおすすめですね、これ。はい、ということで今日の宅飲みバータケオはこちらアードモアレガシー、これを飲んでみました。おすすめはねストレートです。ストレート美味しかったです。まあ、アルコール分も 40% なんでそんなにアルコールの刺激もなく、まあちょっと強いなっていう方はちょっと加水しながらお飲みください。でその次のおすすめはハイボールですね。ハイボールはまた全くこう別の感じで甘さとかは抑えられてスモーキーな感じが残ってますけど、すっきりした食事にも合わせやすいようなハイボールができてます。ということで、非常に美味しいコスパのいいウイスキーを今日は紹介しました。はい、というような感じで宅飲みバー竹雄では毎日お酒を使っていろんなことをしながら遊んでおります。お酒好きな方はチャンネル登録をしてお酒を飲みながら見てください。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。